神聖ローマ皇后、ローマ人の女王コンスタンサでアラゴニカスティーリアの冠神聖ローマ帝国の皇后一覧では、神聖ローマ皇帝の日、皇后を列挙する。神聖ローマ帝国では男性のみが皇帝に選出されることが定められていたため、東ローマ帝国やロシア帝国に見られるようないわゆる女帝は存在しなかった。ただし、テオファヌやマリアテレジアのように、 絶大な権威と権力を握り事実上の女帝のように振る舞った皇后もいた。中世西,西ヨーロッパの皇帝系統はフランク王国のカール大帝に始まる。これにより創始されたカロリング帝国は間もなく分裂し、東フランク王を含む王で皇帝位が揺れ動いた。そのため、この頃は必ずしもドイツ王が皇帝、その日が皇后というわけではなかった。 962年にドイツ王と一世がローマ王にして皇帝になって以降、ローマ王位及び皇帝位にはドイツ王がついた。ただし、ドイツ王でありながら皇帝に即位できなかった者も,も多数存在する。以下ではそのような例を除き、正式に皇帝となった者の,の日のみを列挙する。ありがとうございます。